はい、本日紹介する iPad のアクセサリーはこちらになります。ベルキン、このねベルキンの iPad のキーボードを紹介していきたいと思います。こちら最大の特徴はそのキーボードなんですけど、カチン、 iPad のケースにもなる、要はね iPad のこの前面の液晶画面も守るというケースですね、にもなるんですよ。これ装着感すごいね。ちょっと音聞いてください。もうこのマグネットがねカチッて止まる感じがね、これいいね。なんか難しくないしすごいいい。はい、でもう一点ね、私がねいいなと思ったのが非常に軽いです。キーボードって言ったらね結構重量があるもの、まあ、重量があるっていうかずっしりくるものがね結構多い中、うん、軽い、非常にね軽いなと思いました。やっぱね軽いのはいいですよね。じゃあ早速立てていきたいと思います。でこれね、このねスリットがね2つあるんですよ。これ何のためか分かりますか？分かった？このね角度をね調整できるんですよ。使えるねシーンが増えるっていうんでね、うん、気に入りました。もちろん縦置き。はい、続いてキーボードです。キーボードのなんていうの、キーボード US キーボードになってます。なのでね、このほらアットマークの位置が上にある、でもここにもある、でドットコムとかもねあるんですよ。なので結構ねタイピングパパパパって早く打ちたいっていう人にもね安心して使えるんじゃないですか。結構嬉しいよね、こういうところにショートカットがあるっていうのはね。あとこれホームボタンもありますよ。結構ねこうやってあの iPad とかにね、あの iPad を使う上で結構便利な配列になっているかと思います。でこのキーボードをあの充電する際にはこの USB の口があるんで、ここから付属のケーブルで充電してください。はい、というようなケースになっております。ケース型キーボードになっております。結構ねキーボードと一緒に持ち歩きたいなっていう方はね、うん、これ選んでもいいんじゃないですか。結構キータッチもいいですし、おすすめです。ケースはこのように2層構造に